な感じでろうそくが止まりました。キャンドルがね止まりました。ではこのせっかくなのでのいい場所では使用しないでください。溶け太郎は高温になりますので触らないでください。キャンドルは水平な場所で使用してください。芯が長いとすすが出ますので、毎回5ミリから10ミリ程度にカットしてから使用してください。短時間30分以下で繰り返しキャンドルを使用するとろうが残ってしまう。証拠銅が均等に溶けず真ん中だけくぼんでしまった場合は消火後すぐにティースプーンなどで平らにしてから使用を終えてください。すごい細かくね教えてくださいますね。ろうそく台または耐熱
用してください。そのうち取り入れたいと思っているものの一つです。見た目も可愛いし、安全性もあるし、すごく良さそうです。もし購入することがあれば、その時はまたねご紹介させていただきたいと思います。さんのラ・プロヴァンスという